吉田さん、まあ言われている通りですね、億万長者合宿で稼ぎたい稼ぎたいって言っても、じゃあ月にね10万稼げますか？10万稼げないですよ。100万なんて夢のまた夢です。いきなりは無理ですよ。じゃあ月に5000円稼いでますかとかね、月に3000円稼いでますかっていうレベルだと思うんですよ。それこそ高校生のアルバイトでも稼げる金額を稼いでないし、いやいや別にマクドナルドやコンビニで稼ごうと思ってないんですよ、ネットで稼ぎたいんですっていうふうなことを言うかもしれませんけども、結果として稼げるのなら別にネットじゃなくてもよくねえかって感じですよね。それよりも最悪なのはネットにこだわって稼げてないっていう現実なんですよ。いや、ネットもリアルの一部であり、リアルでもネットを使ってるわけですよ。今切り分けることが不可能なんで、朝起きて夜寝るまでじゃあネットを使わずにオフライン、オンラインね、混ぜこぜで働いてるわけですよね。生きてるわけですよね。どんな時でもデジタルを使ってるし、そしてデジタルと同時にアナログも使ってるっていうことは、別にビジネスで稼ぐっていうふうに考えて、ネットビジネスで稼ぐみたいに切り分けるのはもうすでに時代遅れで、そういったことじゃないんじゃないかなと思うんですよ。で、私ね、本当極端なこと言ったらね、稼いでない人のおかげで日本の景気が悪いと思ってるんですよ。いや、先天的な事情で稼げない人はいると思いますけども、稼げなくても生きてる、いける人ってね、いるんですよ。養われてる人とかね。で、その人が養われて楽な間にちょっとでも稼ぐと、なんかその日本の景気ってのはまだまだね上向いていくのに、結局誰かの稼いだ分にぶら下がってそれを駆逐していけば、やっぱりこう荷物をね持ってる人がさらにその荷物を持ってる貨車に人を乗せているっていう図になるのかなと思うんですよ。それだったら2人でその荷物を担いだ方が早く進めるし、遠くまで行けるのかなっていうところですかね。億万長者合宿であれほど稼ぎたいって言ってる人が、じゃあどうなんですかね、今までに100万円稼ぎましたって誇らしく報告してほしいですよね。いや、それがね別に10万でも5万でもいいんですよ。別にしょぼいから報告できないっていうことはないですからね。だから稼げなかった人が稼げるようになるとか、あとはやっぱり1000円稼げたことにものすごく感動と誇りを感じるっていう風な日々を送ってほしいかなと思うんですよ。1000円を軽んじることなく、それこそその1000円だって稼ぎに行こうって人がいない世の中ですからね。よし。